有松秀吉、有松秀吉から1927年10月24日は、日本の官僚、寺内内閣の法制局長官を務めた。通称は梅次郎。字は鹿。微前国王の軍に、岡山藩士、有松正義の子として生まれる。1881年、岡山市藩学校を卒業後、久保屋軍汚名小学校の教員をしながら、漢学者、 西木一の門下となる、陸津宗光の著書を読んで上京して、洋楽を学ぶことを志した。相談を受けた同門の先輩である小松原栄太郎は死である西が自由民権運動に没頭するのを憂慮して、1884年、有松をドイツ学協会学校専修科に入学させた。そこで、有松は、同校の教師であるゲオルクミヒャエリスの影響を強く受けた。 卒業後の1888年に行われた第一回高等分館、試験において、私立学校卒業者の合格第1号の一人となる。だが、行政職ではなく、半事保に補いされたことを不服として、その1ヶ月足らずで辞任して、井上薫が構想していた自治党の機関紙に予定されていた自治新報の記者となる。ところが自治党は成立せず、 同志も2年後に廃刊となると、司法大臣命令によって、判事として復帰することとなり、そこでの実績が抜群であるとして、司法省参事官に転じた。第2本帝国憲法第67条をめぐる議論では、政府の立場から論争に参加し、そこでの活躍が評価されて、農商務省参事官、さらに内務省初期官兼法制局参事官に転じる。治安警察法。 行政執行法、著作権法、出版法の立案、草案作成にあたり、第1次、第2次、桂内閣で警報局長を務め、途中1904年には、三重県知事を務めた。この間1910年には、大逆事件の捜査式にあたり、高徳周水らを逮捕して、後に死刑に追い込んだ。この功績によって1911年8月24日、 貴族院議員に直選されて研究会に属した。1912年に定出林野管理局長官、1914年に数密院所機関長、1916年に寺内内閣の法制局長官を務め、1918年には拓殖局長官、1920年には数密顧問官を歴任、晩年は経営破綻寸前であった。 ドイツ学協会学校の講演会理事長として母校再建に尽力した。ありがとうございます。